まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスの松田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なるほど、そうですか。外に決まりました。ボールになります。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライクです。ドカーンと大きな当たりです。高入った、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。フルカウントからの変化球、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。ジャイアンツが追い上げます。2対1になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。